アーロンを倒し、ナミとココヤシ村に自由を取り戻したことで、ナミが航海士として正式に仲間に加わり、総勢5人になった麦わらの一。バギー、クリーク、アーロンと名だたる大物海賊を倒したルフィの名は海軍本部にも伝わり、イーストブルー最高額の3000万ベリーの懸賞金がかけられた。晴れてお尋ね者となり、上機嫌のルフィと麦わらの一味はグランドラインのほど近く、かつての海賊王ゴールドロジャーが生まれた町ローグタウンに立ち寄る。仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。その場所こそ海賊王ゴールドロジャーが最後の時を迎えた場所だった。うはー、これが海賊王の見た景色。そして死んだのか。ほら君、今すぐそこから降りなさい。そこは世界政府の管理下にある特別死刑台なのだ。今すぐそこから派手に死ね。ま、誰だ。ようやく会えたぜ、麦わら。なんだ、バギーか。よし、ふざけんな。相変わらずいい度胸だな、このすっとんきょうが。これからてめえの公開処刑を始める。ギャッハッハッハ、光栄だろ。海賊王と同じ場所だ。あ、スモーカー大佐、田尻総長。なるほど、海賊同士のいざこざか。すぐに突撃を。バーカ、慌てんな。俺がこの町から海賊を逃がしたことがあるか。これより派手死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。その死刑待て。サンジ、ゾロ来たな。ゾロ、だが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘中。やっぱ生きてた。もうけ。広場を包囲。海賊どもを追い込め。来た、逃げろ。さっさとこの町出るぞ。もう一騒動はありそうだ。あの男、死を覚悟して学ぶだと。海賊王ゴールドロジャーと同じように。あいつらを追え。絶対に島から出すんじゃねえぞ。市民の避難が完了しました。攻撃を開始します。砲台を抑えて砲撃
の能力で俺は自分の体を煙に変えられる。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。悪運尽きたな。突風だ。今のうちだ。早く。お前ら走れ。今ので広場の門が開いた。グズグズすんな。雷の次は突風だと。これが全て偶然か。まるで天があの男を生かそうとしているようだ。だが奴が何者だろうとも俺が逃がさねえ。必ず追い詰めてやるの。みんな急いで、あそこから逃げるわよ。三刀流三脚混合ガノン。芝を出るぞ野郎ども。クソゴムの退路を塞いでやれ。
続けてる。それにあの雲、雷がさらにひどくなるわね。そうすれば飛来心を壊していけば敵を妨害できるかもしれないわよ。私のことを思い出したかい？俺はお前みたいな美女知らねえよ。まだわかんないのかい？アルビダだよ。アルビダ？ああ、ホビーをいじめてた女海賊か。アルビダがどこにいんだよ。この鈍感。私がそうだっつってんだよ。私は悪魔の実を食べて変わったのさ。この海で一番美しいもの、それが私さ。この世界に私にひざまずかない男はいないんだ。そして私は強い男が好き。あんたは私のものになるのよ、ルフィ。うるせえ、嫌だ。この私を前にしてその態度。私のものにならないなら言い返しちゃおかないよ。私は決して忘れない。あんたはこの私の顔を初めてぶった男だから、この私に。ところに現れるじゃねえか。
男だね。のようだ、キャプテン。そんなことしてる場合じゃねえ。ナミさん、すぐに行くよ。嵐で出航できなくなるぞ。おい、これ見ろ。なんで海軍の奴らが必死に追っかけてくるのかと思ったら。え、ルフィ、あんた、ニャーハッハッハッ、俺たちはお尋ね者になったぞ。3000万ベリーだってよ。見ろ、世界中に俺の後頭部が。あんたら、ことの深刻さが分かってないよね。これは命を狙われるってことなのよ。強い賞金稼ぎに狙われるかもしれないし、この額なら海軍本部だって。その通りだ。この白領の相撲か、本部大佐の名にかけて、てめえら絶対に島から出さねえぞ。逃がしません。どうにかしといて。
俺が目指すのは世界一の剣、それまで負けるわけにはいかねえんだよ。バギー船長、雷を避けていきましょう。少し遠回りすれば安全に進めやす。ふざけんな。それじゃ俺様が雷を怖がってるみてえじゃねえか。失礼しやした。ではまっすぐ。まあ待て、奴らは豪気な俺様ならばまっすぐに突っ込んでくると思うはず。ここは奴らの裏をかいて遠回りするのも悪かねえ。やはー、さっさと行くぞ野郎ども。船長、こちら遠回りするみてえだな。内心を壊していって正解だったぜ。この刀は渡せねえんだよ、どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。前にはあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。なんだとこら。総長、アシギ、これ何やってんだ。もういいから引っ込んでろ。すいません。俺様から逃げようったってそうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。海賊、両手のバディがいたぞ。大変だ、鼻から相手に。やれぞ、鼻が入っちゃうんだ。頼むぞ。あいつらが潰し合ってくれりゃ好都合だぜ。どうした。俺様を倒さねえと嵐で船が出せなくなるぜ。そうだった、出航の準備はまだできねえのか。てめえ、俺だけは見逃してやる。手首をかかれねえように用心しとくんだな。お前ら、出航の準備ができたぞ。急げ急げ、ロープが持たねえ。早く乗って船出すわよ。逃さねえと言ったはずだ。また来た。あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。
指図するな。そう言っとけ。あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかし、お前何もこんな嵐の中をなあ。よっしゃ。グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。うえい。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞグランドライン。海賊狩りだったあなたが今度は海賊ですか。その刀、そんな名刀があなたみたいな悪党の手にあるなんて許せません。奪うのか。この刀は渡せねえんだよ。私は世界中の悪党たちの手に渡った名刀を取り戻すんです。名刀和道一文字回収します。やってみな。
この刀が欲しけりゃもっと強くなるんだな。私諦めませんから。